30歳暇があればパチンコに行き負けててて後悔して帰ってくるのです負けるたびに何度もやめようと思うのですが時間が経つとまた足を運んでしまいます依存症なのでしょうか医者に診てもらった方がいいでしょうか貯金もたまらずどうしたものかと相談させていただきましたはいはいえーとね 依存症かもしれませんね。まあ依存症だよとか依存症かもよっていうふうにあのコメント流れているんですけども、僕はあのなんだろう依存症かもしれないけども別に構わないと思うんですけどね。あの稼いだお金で別に借金してパチンコに行ってるんではなくてですね、稼いだお金全部を使ってパチンコやってるわけですね。でこのままではあの結婚したいけど貯金がたまらなくて困ってるっていうことなんですけども彼は そのなんだろうなパチンコやめれないから結婚できない貯金できないから結婚できないっていうんじゃないと思うんですけどね。なんでかっていうと僕これ お金というのを時間として考えたらですね、ネットやめれないんですけどとかツイッターやめれないんですけどとかゲームやめれないんですけどと似たような問題だと思うんですね。で時間があったらネット見てしまいますツイッターやってしまいますとでこのままでは自由時間空き時間がなくなってしまいます、あ、と時間とお金を翻訳して考えると時間がなくなってしまうので結局誰とも新しい人とも出会えませんで恋愛もできません結婚もできませんそういうふうにしちゃうと。 僕ら自身が持っていいる悩みとともほとんど同じじゃないですかなパチンコとかギャンブルとかお金っていうふうになってるから僕らは上から目線でそれは依存症だよって言うんですけどもそんなことを言い出すと僕らだって依存症なわけですよねじゃあ依存症だから治さなきゃいけないのかっていうと僕はあの生きていく上で問題な依存症はなくした方がいいと思うんですけどもそうでない限りこの人はパチンコがものすごく好きだからそのままでいいと思うんですよ。だから、 あの独身で結婚したいんだったら同じぐらいパチンコが好きな人をですね彼女にするのがいいと思うし俺こんなにパチンコ好きだけど借金なんか全然してないよっていうプライドをですね持ってやっててやるんでいいいと思いますあの好きなことをやめてまで生きる人生っていうのは宮崎駿や富野義行もしてないですからですねあのそのまんまですね行ってしまったらいいんじゃないか。でパチンコやめてて貯金作っても 言い方悪いですけどもあの結婚が近づくとは僕は正直思いません。